日本神奈川県藤沢市片瀬山片瀬、中学校前の変則十字交差点。右の道は、国道467号の片瀬山、入り口信号から東へ向かってくる広い道。片瀬山一丁目から五丁目の区分け。北はこの図の下方。図中央の左右の太い道路は、右が国道467号の片瀬山、入り口交差点から。片瀬山とは、 神奈川県藤沢市の南東部にある地名を指し、片瀬山一丁目から五丁目がある。1889年まで片瀬村と呼ばれた大技、または1947年までは鎌倉郡に属していた片瀬町で、現在は片瀬とともに藤沢市の13ある行政地区の一つとして、片瀬市民センターが行政を分担している片瀬地区にあり、 片瀬が歴史ある場所であるのに対して、片瀬山は1960から1970年代に住宅開発された深海地である。現在の片瀬地区は、西尾、釘沼地区、北東尾、村岡地区、南東尾、鎌倉市、腰越,越地区と接する。旧大麻の片瀬は、近世以来の片瀬村の範囲とほぼ重なる。9 片瀬村と旧港島村との関係を整理すると、次のような経緯がある。地形、地質、片瀬地区の地形は、東部の丘陵と西部の低地に2分でき、片瀬山はこの丘陵部分である。これは、三浦丘陵の北西端をなす、第三期丘陵で、片瀬山と総称されていて、海抜は36から48メートル。部分的には、小高い部分を、小手山、石山。 目白山、流行山などと呼んでいた。基盤は第三期層三浦総軍層群の業界室され基岩で、上部には鉱石層の関東ロームが厚く堆積する。標高は最高地点で85メートル程度で、全体として海岸暖球を形成していたが、解析が進み、平坦面はほとんど残っていない。新植国にはヤトデンが見られたが、現在は完全に消滅した。 北部丘陵斜面には横穴古墳群が見られ農業用倉庫に用いられたり戦時中には防空壕になったりしたが現在はほとんど残っていない丘陵上部は古来新丹林あるいは屋根材用の茅場として利用されてきた丘法13年に総集砲術長連場が設置されてからはサゲヤという火砲射撃訓練の発射場ともなった南部の流行山には 小田急開通を機に、流行園という遊園地が設けられ、江ノ島へのロープウェイ仮設も計画されたが、世界恐慌で間もなく、廃園に追い込まれた。1950年代には、ゴルフ場が開設されたが、長続きせず、1960年代に、三井不動産による、片瀬山住宅地開発が始まり、今日に至っている。陸系島江ノ島もこの給料の続きである。気候。 植生南部ほど顕著な海洋性気候が見られる。気温の変化は冬の冷え込みが弱く、年格差が相対的に小さい。降水量は初秋の終林台風期にピークがあり、梅雨期がこれに次ぐ。風光は年間を通して季節風よりも海陸風の影響が顕著である。丘陵の自然植生は鬼縛り子奈ラ群衆が多くを占めるほか、 井野で多分の木群衆の自然林も見られる、団体林。鎌倉の外苑源頼朝が鎌倉に入ると、その裏木門方向の七里結界の外側にあった、腰越え、片瀬は鎌倉の入り口として、あるいは外苑としての位置づけが与えられた。典型的な例が処刑場である。自称四年には、大場影近藤氏が片瀬河原で処刑され、鎌倉時代後半には、 流行に形状が設けられた。文英八年九月十二日には、日蓮流行法難の舞台になったし、元の使者と聖中らが処刑されたことでも知られる。鎌倉幕府滅亡後も流行形状は存続し、北条時行もここで処刑されている。別荘地から、住宅地へ1 9五十年代、片瀬山丘陵の地形を利用して、佐藤和三郎の手で、ゴルフ場が開設されたが、 長続きしなかった。その後地に1967年から1977年にかけて三井不動産の手で開発されたのが片瀬山住宅地である。ここは道路も整然とした小建て住宅の集合体である。古くは片瀬、片瀬、片瀬、片瀬などとも書かれた。住居表示現在の片瀬地区における住居表示実施の経緯は次の通り。 地名の由来編、瀬川の極流により、攻撃面が縁、体積面が線になるからというのが、一般的な通説である。しかし、これは、どの川にも当てはまるので、理由としては根拠に乏しい。砂浜の傾斜が極めて緩やかで、島影などのため寄せ波の力が弱い場合、浜包みはあまり発達せず、内陸まで波が寄せ、 それが引き波になる頃には次の寄せ波が打ち寄せるように見えることがある。このような波を片瀬波と言い,い、片瀬の地名はそれによって名付けられたとの説もある。片瀬地区の歴史から片瀬山に関する項目を抜き書きすると次の通り。片瀬山は全体的に住宅地であるが、藤沢市立片瀬中学校生門前はスーパー、薬屋、銀行出張所、郵便局、 コーヒーショップ、バス停などの多少の商業施設がある。片瀬山全域は、都市計画法等に基づく市の指定により、第1号編、瀬山風地地区、第1指定層住居専用地域が指定され、憲兵率や建造物の高さ、色彩、敷地面積に至るまで厳しく規制がかけられている。これに加えて、 建築協定と申し合わせがあり、良好な片瀬山の住環境の維持のために土地、建物に関して基準を定めて建築協定、申し合わせを運営管理するための二つの委員会が片瀬山、自治会で組織されている。片瀬山は一丁目から五丁目の区域で分けられ、各丁目に自治会が組織され、五つの自治会は強い連帯感の元編。 瀬山自治会連絡会で活発に活動が行われている。2020年11月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。深海地なので文化財、名称の類はないが、地元民が推奨する富士見坂があり、晴れた日には眼下に陰沼と陰沼海岸を見下ろすだけでなく、遠く。 茅ヶ崎海岸から大磯町まで見え、円形に箱根の山々と富士山を望み、その左は駿河湾へ伸びる伊豆の山々、その右には丹沢山地がよく見える。道路では国道467号の藤沢駅江ノ島の片瀬山入口信号から東へ向かう広い道を、境川、岩屋不動入口バス停を過ぎで坂を上がり、突き当たりの信号が、 片瀬中学校前バス停。ここは変則十字交差点になっていて、左は平地で片瀬山市2丁目へ、右はさらに坂を上り片瀬山座4丁目の片瀬山バス停を経て、湘南モノレール、江ノ島線直下の藤沢市道、片瀬西か枕線の片瀬目白山交差点へ出る。獅子分六丁、大番の主人公、牛ちゃんは、 片瀬山に江ノ島カントリーゴルフ場を作った、証券会社社長、佐藤はサブローがモデルと言われていて、大番には大磯パブリックゴルフ場で登場する。ありがとうございます。